さあ、ちょっと休息ポイントとしてね、マメイリア王国にはこの場所がありまして、多分これ名作のシーンが見れるんじゃないかな。はい。おう、ここはスタービーズカフェだぜ。文句あるか。スタービーズシステムってなんだかもう知ってる。いや、さよなら。寂しいぜ。今まで、マメイリア王国にはいろんな豆がありまして、その豆を、まあ、集めて飲み物を作るということですね。はい。あれ、なんか少なくなったね。あれ、なんかちょっと少なくなったな。じゃあ、スタビシステム早速ね、やります。はい。というわけで、いろんな感じに、まあ、今まで集めた飴があるんです。飴じゃねえ、豆があるんですけど、これをね、できるやつを選択して、早速やってみましょう。じゃあ、アハストレートを飲みましょう。まず、入れる。まずは一般的な。はい。アハストレートを手に入れた。あ、来た！お、停電か？あー、お化けだ！名作、名シーンイベント。なんだか嫌な予感がするぞ。どうやら新しいドリンクの香り、お化けも誘われ出てきたよ。じゃ、なんでお化けが誘われ出てくるのかよくわからないんですけど、ここのスタビカフェはなぜかルイージマンションになっちゃいます。なぜかルイージマンションとコラボします。オーナーの小山博士。なんで小山博士ここオーナーだったんだろうね。ようこそ我がスタービーズカフェ。こんなところ君たちは会うだろう。偶然のような奇遇じゃの。なんでお前たちオーナーの知り合いかよ。まあ主にルイージがね、さっきのブレンドマシーンオーナーが作ったんだぜ。はい。もうそれだけで芳醇なかかしい香り。それはまだ私も飲んだことない新しいドリンクのような気がする。一口飲ませば飲もうかな。うーむ、微妙にほろ苦い味わいが病みつきになりそうじゃ。お化けの研究を図りそうな気がしてきたわい。あのさ、なんかこんなことなんかさ、ちょこちょこなんかさ、シャンシャンシャンって喋るんだけど、この人。で、この人、あの、新しいものを作るたびに、あの、アクセサリーが手に入ります。まあ、多分これは確か、もらえるゴールドが増えるんだったかな。アクセサリーに、これ、モンスターができる攻撃とコインアップ。なんか稼ぎの時とかにね、すごい優秀ですね。じゃあ他のもやってみようか。じゃあ他のを作ってみると、ウフマンジャーを手に入れました。ということで、再びで、またしてもかかわしどり、あ、お化けは出てこないのかい。お化け出てきてよかったのに。お、オーナーの大山博士、ちょうど今新しいドリンクができたところだぜ。いいタイミングじゃねえか。わしが今ここに来たのはタイミングなどではない。その新作ドリンクの香りにつられ、海をこう山越え、はばら歩いてきたんじゃ。歩いてくんのこの人。一体どんな鼻をしてるんだよ。本当だよ。遠すぎない？海と山越えてんだけど。さあ、早速、その新作ドリンクをわしにも一口飲ませてもらおうかの。おう。うん。どんな味ですかい？うん、うまい。これはなかなかのヒット商品になるかもしれんぞな。よくぞ作ってくれた。さあ、何もらえるんだっけ。ボーナスリング。なんだこてっけこれ。何やら急にお腹が痛くなってきた。もし今飲んだっけ原因になるんだけど、うまいものには時があるとはまさにこのことじゃ。ただ飲みすぎじゃないですか。トイレ。トイレはどこじゃ。オーナー、この店にトイレなんかないですぜ。あ。おお、それはオバキューブ。ルイージ、もしや。それはトイレ代わりについちゃって、嘘！うわなんで小山博士吸い取った今。またしてもかぐわしいドリンクがまた来た。しかも今度は乗り物できた。
オーナー、何ですかその掃除機は。オバキューブに吸い取られたからって。オバキューブはグレートアップしたスーパーオバキューブじゃ。ルイージにくれよ。どこはグレートアップしたかというと、うん、はい、そうですね、すごいですね。まあマリオカート DS ですね、もはやそれは。イドスピア音速並み。おお、完全にもうマリオカート DS の再来だな。これさえあればここまで気楽に来ることができるんです。そうだよね、今まで海とか山とか歩いてたんでしょはい、あげる。うん、うー、またしといた。まさに身も心もとろけて消えそうじゃ。もとも消えてしまったわしもお化けの仲間入りでしたかの。ほんとだよ。あー出た、エキサイトスプリング。これはもう覚えてます。めちゃくちゃお世話になりました。エキサイトスプリング、まあ簡単に言えばジャンプ時間が伸びますジャンプ時間が伸びるアクセサリーですね。なんかオチはなかったっすね。あれ暗くなったで。おお、え、ゲームボーイいや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 、今回はこんな形でと、どういう登場なの。いや、なんか名前がそっち顔出すのゲーがないじゃろ。ゲータシャすぎない、ゲームボーイカラーって書いてあるで、ね、じゃあオーナー、今回新作の味見そうだ、できないよ。いや安心したまえ、わしの代理人送り込んだわい。え、代理人、お化けそいつは害のないフレンドリーなお化けじゃ新作ドリンクをお化けが飲めんのか。いやいや飲んどるがな、なんで飲めんねや。消えてったぞおい上手すぎて焦点してしまったよ。おいしゃ、何これ、ハイラルシンボルみたいなのできてる。いやちょっと待って待って待って、デレレレン、ちょっとデレレレンじゃねえよ今のはダメでしょ、今のはアウトでしょ というわけでクリボー RPG もちょっと進めていこうかなと思うんでね。あと1ステージですね。そうするとクッパの元に一応マップ上はたどり着くんですけど、さあみんな頑張れ。なんか増えてんな、気づいたら。まあ、とりあえず打ち消しは、まあ、ちょっと状況を見て打ち消しを。オッケー任せ、頑張れパタクリボー。ちょっと待って、誰がしてるのか分からなくなるなこれ目まぐるしく動いてるけど、まあでもこっちの方が圧倒的数有利だな。てか81って何81じゃねえか、よく見たらパーフェクトじゃんオッケー、味方が全員残った。オッケーオッケー、まあ、今回はちゃんと編成もしてるからね。はい、うわー、ハンマーボルス多いな、頑張って。よっしゃ、福引き、えい、敵の回避率ダウン、なるほど、そういうのもあんのか。デバフをかけることもできるんだ、福引きっていうのは。打ち消し、頑張れ頑張れ頑張れ、打ち消し打ち消しってまあとりあえず打ち消しは使いやすいね。オッケーオッケーオッケー、いいよ。8対2、8対1、8対1、8対1、あー7、頑張れ、よしなるほどね。まあでももうこれで3ステージクリアしたよ。さあ仲間が増えて軍団らしくなってきたね。本当だね、なんかいよいよなんか並び方にルールがある。え、そうなの。俺たち突撃タイプは近くにいて突っ込んでいくだろ。確かに前に並ぶ方が、前に並ぶ隊列とか上がったのか。あ、なるほど、考えてなかった。遠距離タイプは後ろから援護することが得意だから必ず後ろに並ぶ。飛行タイプはまあ真ん中ってことか。はい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 、つまりまとめると突撃タイプは必ず一番前、遠距離タイプは必ず一番後ろ。それ勝手になってんの、それとも俺が編成でできるってこと。例えばだな、はいはい、相手が突撃遠距離タイプに来たとする。あ、用意してくれた。ああ、なるほどね、すくみができてるね。近くの相手とバトルを始める。あー。あー、それだと負けちゃう。それだと負けになってね。
この、あーあーなるほどね、そのタイプだけが突撃有利なんだ。なるほど、意外と奥深いな中村配置、へえ。さあいよいよ来たんですけど、何ですかこれ、下画面クリボー対 VS クリボー対ってどういうこと、え、なんだこれは、クリボー対ってどういうこと、あれは、あちょっと前の、ちょっと前のお話になってますけどちょっとあの時系列がそこの変なやつ待ちやがれ、クリボー頑張れんはっ、バレとしたことが変なやつと言われて反応してるな、自覚あったのかお前変なやつでそこの変なやつ待って、え、何、誰、クリッキー、誰クリッキーって誰、ここは僕が手柄を取るんだ、いやクリッキーって誰、おいクッパ様に触るな、顔がちょっと弱そうやけど、あークリッキーが、あそういうことか、このスプレーでバタクリボーたち操ってたのか、お前は誰のとしたルール、こんなスプレークッパ軍団魂があれば効かないぞ、僕たちはクッパ様の軍団だ、隊長らしいな、クリッキークッパ軍団魂です、いや多分クリッキーはダメだよ、あれ僕はゲラグリッツをですよね、綺麗に集めたわダメだわ、あのクリボー我のスプレーが効かなかったルール、確かに、あちょっと曲違う、うわウェーブ長い、ウェーブって長いから気をつけて、みんな頑張れ頑張れ頑張れ、よし任せろ、ハンマーブラスト向こう多いな、クリボー失いたくないんだけどね、よし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 、71だ大丈夫だ、71だ、ああ避けられてるあー突撃タイプがいない、オッケー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 、よし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 、いいぞ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 、あ、LP2 回復すんだ、じゃあ使ってもいいかもね、あーボムヘイル、ボムヘイルな、気合い軍団魂見せるぞー、いけみんな、うわーボムヘイが、うわーよっしゃ負けそう、ハンマーバスいった、軍団魂見せろ軍団魂見せろ、いいよ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 、よし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 、レベル上げないとダメだな、これちゃんとレベル上げてるからいいけど、今のところそのままいったら多分これ勝てなかったかもね、あクリッキーいる、クリッキーがあいつ隊長だもはや実質的に、頑張れ、何、あえ向こうも、向こうも今打ち消し使ったでしょ、今向こうも打ち消し使ってた、え何、待って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 、勝負だ、なんと勝負すること、あ危ねえ、タイマーになることあったんだ、危ない危ない、そんなことしてくることがあるんだ、今のは初のパターンだな、クリッキー目が覚めた、クリッキーって誰、ところにしてもお前たちの大将連れてくれるるる、我らの手下にしてこき使ってやるるるよ、え、でもさ、新人クッパーになってたよね。なんでゲルゴピッツと、あーれー新人クッパーになった時系列合わないぞ、これだと。あー、クリッキーが、あれ、クリッキーともどもクリボーが、はっ。なのか、このキノコのお化けは。僕、どれくらい寝てた？クッパ様、ゲルゴピッツは？ねえ、城ってどっち？この山降りたとこ。山降りばいいんだね。よし。え？クッパ様！山の降り方が違う。超。無茶するキノコ船。痛えはははは！今の何だったんだ？
あ、マメエリアになってる。うわ、クリボーだけでも結構あんのな。なんかゲルゴピッツいんな。あー、国母軍団いたの無能7人衆見つかった？いや、どこにもいない。あ、みんな揃った。そっちはどうだ。見つけていたら手ぶらで帰ってきたりはしないさ。ふん。最強のクッパ7人衆が揃っていて何も見つけない。無能軍団め。早くしないと笑い物されるのは。もう笑ってんだよ、こっちは画面の奥で。うお、なんだお前たち、ここは俺たちの縄張りだぞ。でもこんなに探しても見つからないなんて。無視された。まさかクッパさんは何者さんに触られたりとか。おい、無視すんな。構わねえ、やっちまえ。軽く乗されてる。あのクッパさんはまさか。ああ、意外と間抜けなとこあるからな。騙されたら死ぬかもしれん。したね。あははははは。定期的に豆棒たちがボコボコに何か用かな、ところで。あはははははは。お取り込み中失礼しました。とにかくクッパ様のお姿が見つからなくてはどうしようもない。もう一度手分けして探すしかないか。そいつはないルルルル。まだいたのか、ザコは引っ込んで。あ、え、あ、これはま、最強のクッパの何種。あ、おい、なんだこれ、何も見えねえ。あはははは。なかなか聞かないルーね、かくなるウェア。え、うわー、あ、そうなったの、もしかして。あ、さあ奥さん。いや、クッパ7人衆スプレー効果いかがるる。げげ、そっかー、そうなっちゃうパターンもあるよな。本編とちょっと全く違う形になっちゃったな、これは。本編はとある事情があってこのクッパ7人衆と戦うんですけど、このパターンだの？そういう意味だったの？しかしあのクリボー、クッパ7人衆と同じぐらい、まあいいルール。そういうことだったの？もしかして。